はいどうもフルパワー日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、来週のナショナルセレクション紹介ということで、来週はイングランド代表、そしてドイツ代表が登場するということになっていますので、今回はですね、ドイツ代表のこちらの8選手から紹介していきたいと思います。ドイツ代表はこちらのノイヤー、キミッヒ、クロース、ベルナー、ギンター、ギュンドワン、リュディガー、エメルジャンですね、こちらの8選手が登場するということになっていますので、しっかり一人ずつ紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。まずはノイアーの方から見ていきたいと思いますけども、ドイツ代表の NS って意外と初登場なんですね。ということで早速まずはノイアーの方から見ていきたいと思いますが、ナショナルセレクションですので一つの能力値は爆上がりで、追加スキル等はなしということになりますのでご注意いただければと思いますが、今回のノイアーは GK 能力すべてカンストですね。キック力だったりフィジカルコンタクトに関しても90代後半まで乗せたという形になります。でジャンプも93ですね。で逆足23でコンは7、レベル総合値は3つ上がって96ということで、まあ本当にアプリの方はね結構愛用されている方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、まあぜひですねこの機会に FP 化されていただければと思いますね。まずは PS4 の方で来ているクラブセレクション1回目、こちらと比較していきたいと思いますが、まあ一目瞭然ですね、赤が目立つという結果になりましたので、今回のノイアに乗り換えていただければと思いますし、クラブセレクション2回目に関しても同様ですね、やはり今回 GK 能力が全て完走という形です。でシーズン3回目に関しても同様ですね、キャッチングクリアリング1ずつ高いですので、今回乗り換えていただければと思いますし、最後に CS4 回目ですね、こちらはジャンプが1つ下がっているんですけど、他のところがプラスですので、ぜひ今回のノイアーに乗り換えて使っていただければと思います。続きましてキミッヒですね。キミッヒに関しては今回基本的に2から3上がった中で、一番上がった能力値がボールキープでプラス5ということになりました。まあレベマ総合値がね今まで一番高い99ということで、もしねもう一回キミッヒ来ることがあればワンチャン100乗ってくるんじゃないかなと思いますので、かなり期待ですね。まあドリブル能力だったりパス系かなり高いです。でスピード瞬発も87、91しっかりありますし、でサイドバックでおいてもまあディフェンスセンス83、ボールダッシュ87、アグレッシブス85しっかりありますので、まあどこでもね器用にやれる選手なのかなと思います。逆足23でコンは7、レベル総合値は今回99で、スキル面で見た時に中盤としてワンパスルーパスだったりピンポイントクロスも持っていますし、まあ、サイドバックで使ってもインターセプターだったりアクロバティックグレーも持っていますので、やはりかなり強いプレーメーカー、もしくはサイドバックの選手かなという印象ですね。まずは PS4 の方で来ているキミヒと比較していきたいと思いますが、まあ基本的に能力値上がっていますので、ぜひ今回乗り換えていただければと思いますし、PS4 の方で来ているクラブセレクション1回目ですね、こちらも全く同様になります。まあ中型アップデートでね能力値変動ありましたんで、まあ結構プラスが目立つかなという形ですね。でここからはアプリでも登場しているキミヒになりますけども、まあこちらも基本的に能力値上がっていますので、ぜひ今回のキミヒ使っていただければと思いますし、CS4 回目に関しても同様ですね、ボールコントロール1下がっていますが他のところがプラスです。でeフットボールポイント交換でゲットできたキミッヒになりますけども、まあ、オフェンセンス3下がっていますが、まあ、上の方の能力値プラスだったりアグレッシブスに関してはプラス6ということになりますので、ぜひ今回使っていただければと。ここから週間 FP ですね、1月7日の週間 FP になりますけども、ボールコントロール1下がっている以外はほとんどプラスですので、ぜひ今回のキミッヒ使っていただければと思いますし、5月27日のアウェイユニフォームのキミッヒですね、フライパス決定力、キック力下がったのは痛い部分かなと思いますが、他のところがプラスです。最後にチャンピオンズリーグ8強のキミッヒですね、ドリブルとフライパス、そしてカーブがマイナスなんですが、他のところがプラスという結果になりました。続きまして中盤 CMF クロースですね。クロースに関しては今回基本的に1から4上がった中でプラス6でカーブということになりました。まあ今作そこまで使っている方いらっしゃらないんじゃないかなと思いますが、ただまあフィジカルコンタクトだったりボディコントロールともに80代後半持っていたり、パス系に関しては間違いなくね通る90代後半持っていますので、まあねぜひ使っていただければというところですかね。特にコンは8というところも今のこの環境下では使えるんじゃないかなと思います。まずは PS4 の方で来ているマドリーのクラブセレクション1回目、こちらと比較していきたいと思いますが、ボールキープに下がっている以外はほとんどプラスですね。でアプリにも登場しているクラブセレクション3回目になりますけども、こちらもフライパスが1下がっている以外はほとんどプラスです。続きまして CS5 回目ですね、オフェンセンスが2下がっている以外はほとんどプラスですね。ここから週間 FP になりますけども、まずは12月17日の週間 FP になります。フライパスとプレースキック下がっていますが、他のところが基本的に2ずつ上がっていますので、ぜひ今回の NS 使っていただければと思いますし、2月18日の週間 FP に関しては、特定能力は週間の方が強いですね。ただまあ、基本的に今回は1ずつ上がったということです。続きまして5月13日の週間 FP になりますけども、オフェンセンスとキック力が1ずつ下がった以外はほとんどプラスですので、まあ、ぜひですね、今回の NS 使っていただければというところですかね。続
きましてセンターフォワードベルナーですね。ベルナーに関しては今回基本的に2から4上がった中でオフェンスセンスがプラス6ということになりました。まあ、オフェンスセンス90代後半98しっかりありますし、決定力に関しても今回90代ですね、93持っているという形です。まあ、スピード瞬発カンストでフィジカルコンタクト85でボディーコントロールも90代後半95しっかりありますので、まあ本当に強いかなと思いますが、スキルも少し欲しかったなという印象ですね。プレイスタイルラインブレイカーということで、前回のクラブセレクションとの比較見ていきましょう。まずはクラブセレクション1回目ですね。ドリブルが1下がっている以外はほとんどプラスですので、ぜひ今回のドイツ代表を使っていただければと思いますし、クラブセレクション2回目との比較はボールコントロールが1下がっている以外はほとんどプラスですね。テシエス4回目に関してもボールキープマイナス2されている以外はほとんどプラスですので、ぜひ今回のベルナーを使っていただければと思います。続きましてセンターバックギンターですね。ギンターに関しては今回3から4上がった中でディフェンスセンスが5上がったということになっています。まあ、センターバックだけではなく両サイドバックいけますし、まあ、中盤もね、OMF、CMF、DMF いけますので、ここら辺はかなり、強い部分なのかなと思いますが、特にこのサイドバック強化ができるというのはありがたいですね。まあ、ディフェンスセンスカンスト、ボール出し92、アグレッシブス88ありますし、まあ、瞬発力も少し欲しかったなというところなんですが、まあ、かなり活躍してくれるんじゃないかなという印象ですね。10月15日の週刊フィートの比較になりますけども、まあ、能力値だけで見ても今回かなり強くなっていますし、スキルがですね、中型アップデートによってワンパテイダンドオルブアクロバティクフライキャプテンシーが追加となっていますので、まあ、いくらワンシュー持っているとはいえ、ぜひですね、今回の NS 使っていただければと思います。続きまして中盤ギュンドアンですね。ギュンドアンに関しては今回基本的に2から4上がっています。でキック力がプラス5ということになりました。まあ、ドリブル能力だったりパス系高いですし、まあ、どうですかね、ギュンドアンだったらクロスの方が個人的には強いんじゃないかなと思います。特にコーンワンの部分ですね、コーンワンが5というのはネックなんじゃないかなという印象ですね。まずはシティのクラブセレクション4回目、こちらと比較していきたいと思いますが、オフェンスセンスが1下がっている以外はまあ全てプラスですので、ぜひ今回乗り換えていただければと思いますし、CS5 回目に関しても同様ですね、決定力に下がっていますが他のところがプラスです。クラブセレクション6回目に関してもボールキープ下がっている以外はほとんどプラスですし、2月18日の週刊 FP は得点能力下がっていますね。ここは痛い部分かなと思いますが他のところがプラスです。最後に4月1日の週刊 FP との比較になりますけども、ボールキープとグラウンダーパスが2ずつ下がっていますが他のところがプラスという結果になりました。続きまして DMF、エムレジャンですね。まあ、エムレジャンに関しては初登場ですし、あと FP として希少性もかなり高いかなと思いますので、ぜひ今回狙っていただければと思いますが、まあ、基本的に4から5上がった中でボールダッシュが8つも上がっていますね。まあ、アンカーとしてディフェンスエースもう少し欲しかったなというところなんですが、まあ、ボールダッシュ、アグレッシブスしっかりありますし、キック力、ジャンプ、フィジカルコンタクト、かなり高いかなと思います。まあ、瞬発力も80台乗せて欲しかったところなんですけど、まあ、DMF、センターバック、右サイドバックいけるというところで、ここら辺ありがたい部分なのかなという印象ですかね。まあ、ただ唯一このライブアップで C 環境下ではコンアン5というのが若干気になる点かなと。続きましてセンターバックリュディガーですね。リュディガーに関しては今回基本的に3から4上がった中でスピードがプラス7ということになりました。通常から87あるんですけど、スピードめちゃくちゃ上がりましたね。まあ、ディフェンスセンス95、ボールタッチ95、アグレッシブスも94しっかりありますし、コンアンも6ですので、ライブアップで C 環境でも全然ねやっていけるセンターバックになっていますので、ぜひ今回のリュディガー使っていただければと思います。まずはチェルシーのクラブセレクション3回目、こちらと比較していきたいと思いますが、フィジカルコンタクトに下がっていますけども、ディフェンスセンスボールダッシュ上がっていますので、ぜひ今回のリュディガーに乗り換えていただければと思いますし、チェルシーのクラブセレクション4回目ですね、ディフェンスセンスが2下がっていますが他のところがプラスという結果になりました。はい、ということで本日はですね、ドイツ代表のこちらの8選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ結構ね、当たりの選手もいるかなと思いますので、ぜひですね当てていただければと思いますし、個人的にギンターとかねありなんじゃないかなという印象でしたね。はい、ということで本日はこれらに終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では